深夜今日は今からご飯食べに行こう。ご飯食べに行くよ。レッツゴー。エレベーターホールもこんな広いです。ね、広いね。全部で8機。もうちょっと暖かければね。ねえ、あゆげるけど、こりゃ寒い。寒いね。あ、これがジョギングコースと風が吹いている。すごいよ。海風吹いてて、ねえ、風吹いてる。ジャグジー貸し切りじゃないか。風やべ、風やべ。深夜が立ってられない、深夜が立ってられない。それがいいね。我々には優しい。あ、すごい。そういうこと？あ、OK。誰にする？これ。これ？ステイトルームファイナル。スパ&フィットネス。あ、それ、あ、あ、しんしん。あ、は。これでいいんじゃん。あ、ここで予約もできちゃうんだ。予約もできちゃう。すごい。丸鏡です。ね、違うね。行こう。行こう。気をつけてね。スライムでね。はい。すごいな。ね。これどこまで繋がってるんだよ。ね。どこまで繋がってんのかね。ゴーゴー。なんか絵がいろんなところにあって綺麗だね。ね。あ、私を撮ってんの？気づいちゃった？ね、気づかなかった。今気づいた。Yes, about 39. So, as I mentioned yesterday, of course, it's going to be very crazy out there as it is a headwind. Temperature, pleasant, 61 degrees in sea water. And well, we have cloudy conditions. This is throughout the day, tomorrow. So, the wind should be residing. やべ、一番面白いシーンを撮り逃しちゃった。何を？深夜がなんか言って、やえさん、やえさん、やえさん戻ってきてよ。えぇ、クラドリーじゃん。あ、おっぱ、何、お父さん逃げるか。あれ、
変な箱入れないよ。あ、待って、深夜でもこれ一周 200m しかないんだね。ね。意外と短い。5周でちょうどいいぐらいだよね、子供たち。ダウンを着ながらプールに入ってる人を見るっていうね。そんなシュールな映像です、ね。そしてプールの上には巨大スクリーン。でかいね。でかい。気持ちよさそうだけど、寒そうだなって感じが。そうだね。プールの施設はこんな感じでいろいろあります。もう入っちゃダメだよ。見るだけだよ。見るだけだよ。でも入らないよ。まだね、時間じゃないから。じゃあ食レポお願いします。ミルクがもう一回。何食べてますか。ガーデンカフェのソフトクリームいただいてるんですけど、バニラ食べてるよ。ねえ、美味しいね。甘さがね、控えめでね、ミルク感もちょっと出てくる。どうもこんにちは、シンヤです。今日はね、オブザーベーション。ラウンに行きましょう。レッツゴー。何かな、この部屋は。これ模型なんですね、乗っている。そう、今乗っている模型。さっきずっと走ってたの、ここら辺なんで。乗っている船の模型ですか。模型ですら、このサイズ。でかい。でかい。今、ここ通ってきた。うん、ねえ。ここも通ってきたね。ここ通って。そうだね、そこ通って船に入ったもんね。ここ今、これが通ってそうだね。これが通ってきて、これが通ってきたのかな。この中すごいね、これじゃん。この中をこれ、こうやって、こうやって。オブザーベーションで案内して。こっち、こっち、こっち通ってる。はい、というわけで、クルーズ2日目の、夕方5時だね。5時ですね、はい、5時です。はい、こちらに見えるのは実は新谷くんでした。麻酔では寝ませんが、お母さんの抱っこで寝ました。ここで状況を整理しましょう。はい、初日出航前に深夜頭を切ります。はい、切ったのはこちらですね、おでこになります。はい、おでこですね。はい、メディカルセンターで7針5針6針6針縫いました。縫う時ですね、全身麻酔をかけて寝てもらおうとしたんですけれども、効かず追加で注射で2ショット打ったんですが、効かず。結局局部麻酔で、縫いましたが、なんかそれも効いてないような感じでした。痛そうだったよね。うん、痛い痛い痛い、うん、局部麻酔打った後押さえつけて一針ずつね、痛い痛いと叫び声を上げながら縫われてました。いや強い、いや強い、麻酔に対して強い。強すぎ。友達はどうやらお疲れのようです。どうも、こんにちは、しんやです。今日はどナイカに行きます。いや、違う。何食べるの。食べたか、サタンとかジュースとかアイスとかいろいろ食べます。かわいい。レッツカカ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 。いろんなのも食べたよ。いっぱいありましたよ。うん。2、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 2
すぎる。こんにちは。寒いね。でも風景が綺麗です。すごい綺麗。今お外にベランダに来ました。見えるのが、なんか18歳未満はダメだったが、見晴らしが良そうなので一人でやってきました。あ、すげえ、ホットタブもある。これはすごいね。うわ、怖わ怖わ怖わ、すごいね、水平線が綺麗にね見えてます。今17階、今そこから7階まで一気に降ります。1人で7階着きました。